1月11日、松山市浅波原の浅波公民館に移動児童館がやってきました。この移動児童館は松山市中央児童センターが行っているものです。この日は幼児とその保護者が無料で利用できる親子でプレイプレイがあり、午前10時の開始と同時に地元の浅波保育園の園児9人が訪れました。手元で遊べるものから体を思い切り動かして遊べる大型のトランポリンに至りますまでもいろんな幅のある遊びを提供したいということで、できる限りの種類を車に詰め込みまして持ってきました。親子でプレイプレイの方は無料という形で、お申し込み順にはなるんですけども、地域の団体さんですとか保護者の方々のお申し込みがあれば、基本的に松山市内であればどちらでも出張いたしまして、中島ですとか島しょ部でも全然構いませんので、お声かけをいただければご都合次第でちょっと出張をさせていただくということは可能となっておりますので、ぜひご利用いただけたらと思っております。子どもたちは普段なかなか遊ぶ機会のない大型遊具やたくさんのおもちゃでお友達と一緒に遊び、楽しいひとときを過ごしたようです。